はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでダダンダンさんですね。はい、レボリューションのホビーを一つです。それと用品で今日発送します。切れてるけど、ね、はい、よいしょ。はい、じゃあちょっとハサミで切りますのでお待ちください。はい、じゃあ開けていきます。お、リフトオフ。お、バンケロ。はい、インナーでも多分2枚ぐらいですよね。で、パラレル引けば3になったりするっていう感じでしたね、大体。うん。ケース2枚ぐらい、4箱1ぐらいのイメージですかね。はい。パンキュロスからね。ミドルトン。フラクタル。ベースとイン、ルーキー系とパラレルとインサートと分けておきます。マク・ゴーウェンさん。インサートのフラクタルだ。レブロン。はい。おお、これはもう、うん、サイン当たるよりいいんじゃないですか。スーパーノバのレブロンのフラクタル。おお、いいですね。ノンシリだともうこの上ギャラクティックしかないんで。はい。そうですね。バンケロ来て、レブロン。で、ブーカー。ブログドン。あ、デュレッカ。ねえ。あ、バトラー。ちょっとディレン、ねえ。バトラー寄りな感じがちょっとしますけど。よいしょ。サイモン。ダニエルズですね。オルキだ。あ、デュラン。言ったら来た。アストロ。いい選手ですね。あ、シリアル。ウォリアーズだ。カリー。おー。はい。いいっすね。うん。はい。シリアル来ました。カリーです。すごいですね。レブロンのパラレルにカリーのシリアル。これで、ここでサイン来たらすごいけどな。ミッチェル。来てないか。うん。まあでも、十分、いい内容だと思います。レブロン、カリーの、こういう出方するのなかなかないですよ、多分。相当な重なりですよ。よいしょ。ルーキーもね、結構パラレル出ましたし、うん、はい、まあとりあえずこのぐらいかな。はい、レブロンのスーパーノバのフラクタルで、カリーのシリアルですね。それとバンケロのリフトオフとなりました。はい。まあサインは出ませんでしたが、はい。かなりいい内容だと思います。ホビー一箱で。うん、はい。ということで、今日ね、発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。